それでは、続きまして、11月5日、愛知県名古屋国際会議場大会におきまして、世界ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者中島洋平対第46代王者田尻、こちらの一戦が決定いたしました。じゃあ記者会見を始めさせていただきます。まずは、挑戦者中島洋平選手より意気込みのコメントをお願いいたします。はい、先日はちょっと世界ジュニアの試合を見て衝動的にちょっとああいう行動を取ってしまったんですけども、そうですね、試合後のコメントで田尻選手がトンビに持ってかれただなんだって言ってましたけど、今僕がここにこうして座って挑戦権をつかみ取ったということは、あの行動は自分としては何一つ間違いじゃなかったなと思います。チャンピオン、今まで人の裏を書いて勝ちをつかみ取ってきた人間だと思うんですけども、今回に関しては何ですかね、まあ、慢心すぎるのも、まあ、僕にとってはそのチャンピオンの裏を書くいいチャンスなのかなと思います。必ず11月5日名古屋でこの世界ジュニアのベルトを腰に巻きたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、おとといの横浜文化体育館大会におきましてウルティモドラゴン選手より勝利いたしまして見事新チャンピオンとなりました田尻選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、ちょっとまず今日ですね、その中島洋平とタイトルマッチの会見ですっていうことで呼ばれてきたんですけれども、着いたらね、みんなちゃんとビシッと積極的じゃないですか。俺、まあ、こんな感じでいいかなと思ってきちゃって、なんでかっていうと、中島洋平とのタイトルマッチって言ってたから、これぐらいでいいのかなと思って、普通の格好できちゃいましたよ。で、この前のね、横浜の試合後、僕、ちょっとマスコミさんに語ったんですけど、今まではこう、ただのトリッキーなやつっていう風にしか、なんかそういう印象でね、見られてるレスラーだったと思っていたのが、全日本で戦っていくことによって、だんだんそういう見られ方を最近されなくなってきたっていうことを僕言ったばっかりで、だけど今彼がね、裏を書いて勝ち続けてきたやつだって、だから結局そういうね、浅はかな見方しかやっぱりこの人できてないのかなと思ってですね、笑っちゃうなって。田島選手、今回挑戦決まりましたけど、はい、まあ、ただ、やっぱり実績的なところも足りない部分も、はいはい、あるというのもあって、やっぱりちょっと挑戦しかったり、はい、っていうところにクエスチョンマークつかざるを得ないところもあると思いますけど、はい、そういう見られ方に対してどういう気持ちがありますか。はい、もうこの場に立った以上は、あとはその日、結果を出すのみだと思います。同じ組合で、まあ、チャンピオンの田尻選手も、はい、中島洋平とのタイトルマッチだったら、こんな感じ、はい、まあ、はい、まあ挑戦者に対する、はい、認める気持ちというのはなさそうな感じですけど、そういうことに対してはいかがですか。はい、まあ、それは試合で僕が見せて、まあ、結局、まあ、チャンピオンが恥ずかしい思いをすることだってあり得るんじゃないかなと思うんですけども、まあ、横の日にあの行動に、はい、まあ、衝動的と今おっしゃいましたけど、はい、あの行動に出た一番の動機なり理由はどこにあるかですか。やっぱり防衛、チャンピオンがベルト取って掲げてその姿を見てたらリングに上がって襲いかかってたっていう感じですね。正直あの時の細かいことはあんまり覚えてないですけど、今の発言聞いて気持ちというか、このベルトに対する気持ち、この一戦に対する気持ちっていうのが伝わってきましたか。よくわかんないですね。けど一つだけなんかちょっと前より良くなってるなと思ったのは、声が大きくなったんじゃないですか、彼少し、横浜の前より、それぐらいかな。田尻さんからしたらやっぱりウルティモドラゴン選手2回タイトルマッチをやって、やっぱりこのベルトタイトルマッチに関する思い入れっていうのは相当高まってると思うんですけど、その中で初防戦の相手が中島選手ってやっぱりちょっと不足な感じがありますか。とか
そうですね、あんまり絡んできてほしくないよな、正直言って、うん、なんかまだありますか。田尻さんのベルトを取った後にツイッターを拝見したんですけど、はいはい、青木さんの名前を出そうとしていたと、はい、やっぱり田尻さんからすれば青木淳とやりたいっていう気持ちが大きいですかね、はい、うん、でなんかもう多分ファンの人もそれを望んでたんじゃないかなっていう感じを僕はちょっとね感じ取ってたんですけれどもね、いいのかなこれで。だから、うん、まあ、全部は全部みんなが思う通りにはさせないですよ。じゃあ田尻さんにすればこの質問を防衛してで次やっぱり青木やつと入れたいですかね。まあ、じゃあそれこの会見で言うことでもないんじゃないですか。けどまあね、あのもうすでに皆さんそういう準備を始めているっていうか、そっちの方向へもね向かってますねこれね、やる前から、うん、だからこの試合にちょっとこうサブタイトルをつけてもらっていいですか。そうですね、世界ジュニア史上最も楽ちんな防衛戦。おいおい、思う通りにはさせねえぞ。